はいはい、はいはい、こんばんは、こんばんはじゃねえか、こんにちは、ゴレンさんです。朝ですね、SV6 缶のリアタイヤがパンクして、で応急処置、まあ、修理をしてもらったというところですね、JAF さんに来てもらって。でですね、今、近くの二輪館に電話したら、S22 の160の60の17、リアのタイヤサイズがありますよということだったので、今から交換してもらいに行ってきます。まあ、行ってえな。3万6000円ですよ。3万6630円かな。今ね、どこもね、タイヤ値引きしてないのね。だから、行ってーよ。だから二輪館でやっても変わんないんだよね。だったら近いところでやるか、ということで二輪館さんにお願いしちゃいますよ。はい、今ね、メッシュ、上も下もメッシュにして、真夏装備にしました。あ、グローブだけは普通の革もんですけど、ブーツもこの間買ったパンチングレザーの厚底ブーツを履いてます。でね、今日風強いんだけど、今ね、気温が22度ぐらい。いや、ちょっと寒いね。今日の昼間は普通の春秋用ので、VR で走ってたんですけど、ちょっと暑いなとは思ったんですけど、やっぱ真夏用はね、まだちょっと寒いよね。はい、というわけですね、S22 のリアタイヤを新品にしていただきました。あまり大きい声では言えませんけどね、工賃5000円も取られるんですよ。すごいっすね、5000円って。なんかね、窒素も入れたっていうふうに、それも全部込み込みで5000円なんだって。窒素なんていらないよというわけで帰ります。忘れてた、新品タイヤだから滑るんだ。今二輪館から出るとき滑ったやべやべ、鳴らさないと滑るんだ、本当に滑るんだ。まあ滑るんだろうね。いや、やはり SV6 缶で V 車6缶に比べると俊敏ですね。よく走る、加速もいいし、減速もいいし、ブレーキもよく効くし、車体が軽快だから乗ってて楽しい。まあタイヤが鳴らしなのであまり派手なことはできませんが、はい、14,547キロの段階でリアタイヤを新品にしました。フロントタイヤは12,000で買えてるんで2500キロぐらい使ってます。